一番儲かるビジネスにしましょうか。まあよくね、一番何がいいですかみたいなね、ご質問いただくと思うんですよ。まあみんな求めてますし。まあ僕はもうコンテンツビジネス一択ですね。これが一番いいですよと。た,ただしね、やんないんですよね。<laughs> ただしやらない。やらない、ね、発信とかね、しないし、集客しないし。なんかね、うーん。 まあ一番いいんですけどやらないっていうね、これなんか一番いいことがやられないっていうね、この矛盾ですよね。うん、なんかいつも世の中で裁かすのは、あのー、なんか何もしなくてもお金が増えるよみたいな、あのー、利回りが何パー出ますよ、配当金出ますよみたいなね、まあそういうニュースが、それで捕まった、投資詐欺で捕まったみたいにいっぱい、まあ、常に出てますけど <laughs>、やればいいのになと思うんですけどね、コンテンツビジネスを。 情報発信ししてて集客して商品を売売るるととデジタルコンテンテツを売ると、うん、だからね、デジタルコンテンツはんかほんとね、何でもできるんですよ。だから今度僕ね、明日バレンタインデーですけども、無料プレゼント企画やるんですけど、うん、その無料プレゼントも、なんですかね、その、まあ前に作ったやつなんですよね。だけどずっと使えるんですよ、デジタルコンテンツだから。うん。だからまあ使い方によっては無料にもできるし、有料にもできるし、 まあ、いろんな使い方ができますので、応用が臨機応変にできるってことですね。はい。だから一番もう、あと利益率がやっぱ高いですよね。堀江さんがやっぱ、あのー、刑務所からも一1億稼げてた理由って、まあデジタルコンテンツ。まあデジタルコンテンツっていう言い回しがちょっと合わないかもしれないですけど、メルマガですよね。メルマガもデジタルじゃデジタルなのかな。どうなんだろうな。まあ1通書けば何万人に送れるわけなんですよね。 で、その、うん、在庫とかいらないですよね。メルマガのコンテンツって。うん、有料メルマガで1億円ぐらいですからね。堀江さん確か。まあ今はちょっと部数、ちょっと会員数落ちてるのがちょっとわかんないですけど、当時はもう、ね、何万人いましたから、うん、刑務所にいながらも1億稼ぐっていうね、多分、前代未聞ですよね。いってらっしゃい。